名古屋大学の内山と申します。本日はよろしくお願いいたします。今回タイトルとしまして、生物多様性指標の活用と自治体の土地利用特性ということで、少しご説明させていただければと思います。具体的には、どういった指標を活用可能かという事例と、あとは、その際に考慮すべき土地利用特性に関して、ご説明できればと思っています。まず指標のメリットについてなんですけれども、こちらは今いくつかスライドの方で図を示しておりますが、点数化であったり、あるいは信号として瞬時にその状況が良いのか悪いのかといったことを理解を進めるといったことも可能ですし、一番右側の地図というところで示しておりますが、空間的な状況に関してもより直感的に理解を進めることができるといったような、そういったさまざまなメリットがございます。現在、こちらのセミナーのテーマと、あとは先ほどからご紹介になります JSTDSTEX のプロジェクトにおいて議論されております内容に関しまして、今この3つの円で示しておりますが、具体的には気候変動適応、生態系生物多様性保全、3つ目として生産性の維持向上といった、こういった複合的なテーマが今議論されております。こういった複合的な対象であるからこそ、より直感的な理解を進めやすい指標を用いることによって、その状況を共有し、さらには施策の立案へとつなげていくことができるんではないかというふうに、考えられます。評価指標の例として、一つご紹介したいと思っております。こちら都市と生物多様性指標というふうに呼ばれておりまして、都市というふうに名前がついているんですけれども、こちらは自治体レベルの生物多様性関連の評価指標というふうにお考えいただければと思います。もともとシンガポール政府が提案した指標になっておりまして、左側の3つの項目で示しておりますように、生物多様性そのものと生態系から得られる恩恵としてエコシステムサービスと、最後3つ目として、そういった生物多様性保全や生態系の保全をどういった形でそれぞれの自治体で行っているかというガバナンス、あるいはマネジメントに関する評価指標がこちらの指標に含まれております。こちらに関しましては、実は日本では国交省の方で、日本版の指標が高坂先生の方も参加されている委員会の方で議論構築等がなされておりまして、一昨年に全国的な簡易的な評価がなされたというような、そういった状況です。その作成のプロセスの例ですけれども、先ほど申し上げましたシンガポール指標と、こちら名古屋の改善指標といったものを整理統合しまして、必要性、簡便性、適用可能性といったものを考慮した指標が提案されております。こういったケーススタディやこれまでのアンケートを踏まえまして、現在の会ではより実用的な指標が提案されているという状況になっております。ただ一方でですね、現在のその気候変動適応の大きなニーズに応える形で、現在シンガポール政府の方で政府の主導で指標の改定といったものも同時に進められておりまして、こちらで示しておりますような新たな指標の導入もなされております。具体的には生物多様性保全に関する気候変動対策の実施状況ということで、生物多様性保全に関連するという形で、それぞれの自治体がどういった対応を取っているのかといったものも評価しようという
形になっております。で、関連しまして、下に示しておりますような都市農業関連施策の状況というものも評価指標に含められる形となっております。で、こちらはより、自治体の強靭性あるいは持続可能性といったものに関わる指標として、都市内での農業の政策が生物多様性保全との連携の中でどういった形になされているのかというのを評価する指標となっております。こういった指標の導入状況なんですけれども、こういった世界地図の方で今示しておりますが、かなりいろんな地域で今導入が進んでいるような状況になっております。この指標自体は何かその自治体をランキングするというよりも、それぞれの自治体の中で、自己評価を行って、ベンチマークとして活用することによって、施策や政策の効果を評価し、次へとつなげるといったような、そういった役割を担う指標として提案されております。そういった指標なんですけれども、同じプラットフォームの指標を用いることによって、それぞれの自治体でどういった進捗がなされているのかといったことも同時に把握できるような、国際連携を促すような、そういった指標にもなっております。こちらは一つフィンランドでの主要な活用事例のホームページですけれども、こういった形でそれぞれの自治体で評価を行った結果をホームページ上で公開することによって、それぞれの政策の効果や、あるいはその住民の方を含めたいろいろなステークホルダーの方の意識の向上にもつなげようといった、そういった取り組みがなされております。最後のスライドになりますが、こちらは最初のタイトルの方で申し上げました土地利用特性に関するデータになりますけれども、いろいろな指標が提案されているわけなんですが、そういった指標の評価を行う前提条件として、それぞれの自治体がどういった土地利用の特性を持っているのかということを把握するのが重要ではないかというふうに考えております。具体的には日本の自治体に関して、特にこちらは市町村の中の市に着目した分析結果ですけれども、表にございます通り、市街地型、森林型、農地型というように3つに分類されるということが分かっております。例えばこういったその森林型あるいは農地型といったグループの中で、それぞれどういった取り組みがなされていて、どういった進捗があるのかということを共有していくことの方が、より生態系やあるいは生物多様性保全の特徴が似ている自治体との連携という意味で効果的になるのではないかというふうに考えております。以上、短い説明になりますが、こういったあたりから自治体の皆様ともいろいろ連携させていただければと思っています。はい、以上になります。